与那国と海底地形。与那国島海底地形は、八重山諸島の与那国と、沖縄県八重山国与那国町南部の荒川花沖の海底で発見された海底地形である。人為的に加工された海底遺跡と考える説もあり、この立場からは、与那国海底遺跡、与那国島海底遺跡とも呼ばれる。自然地形なのか、 人工的内積なのかについては口述の通り論争があるが、地質学者及び水中考古学者の間では自然の造形との見解が圧倒的である。1986年にダイバーによって島の南側海底に巨大な一枚岩が発見された。一枚岩は周囲数百メートルに及ぶ巨大なもので人工的に切り出したような跡や、 人がちょうど歩くことができそうな通路上の隙間、海岸上の壁、柱が立っていたと思わせる穴など、人が加工しなければできないかのように思われる形状を備えていたため、遺跡ではないかと報道された。1992年以来、琉球大学理学部教授であった、現在は、同大学名誉教授、木村正明を中心として調査が行われ、1998年には、 沖縄県文化局に遺跡発見届が提出されているが沖縄県では人が関与した痕跡があると判断できないとの理由で遺跡として認定していない。与那国町長は2016年3月に学術的調査を行った上で国の史跡、世界遺産、ジオパークへの登録への取り組みを検討することを表明。調査事業は 同10月13日に開始された。この調査事業では2016年度内に2回の検討会議を開き文化財的な価値があると判断された場合は2017年度以降に本格的な調査を実施する方針であり、10月14日に行われた第1回検討会議では出席した専門家は保護すべきとの意見で一致した。観光的には 遺跡ポイントと呼ばれ人気のあるダイビングスポットであり、自然地形であるか遺跡であるかはさておき、与那国島の貴重な観光資源となっている。この地形の成因については、以下の通り、自然地形であるとする立場と、人工的な構造物であるとする立場からのいくつかの説がある。しかし、そもそも遺跡説が考古学や地質学関連の学会で提示されていないこともあって、 両者の立場からの議論は沖縄県内の学者によるものにとどまっており、関連学会においては学術的検討の俎上にも載せられていない状況である。また、発見時期が近年であることから、琉球大学理学部准教授の中村守や元沖縄県埋蔵文化センター所長の朝と、市順らぬ複数の学者は自然地形説をとっている。一方、 人工的な構造物説を国内の学会において発表しているのは木村正明らのグループのみであり、しかもその学会も考古学や地質学を専門とするものではない。しかし、これらの批判に応じた報告書やデータの提供は行われていない。上記の通り、琉球大学理学部教授の中村守や元沖縄県埋蔵文化センター所長の朝と、 シジュンラの複数の学者は自然地形説をとっている。また、木村によって2007年に主張された3000から2000年前に形成されたとする説に対して、東、アジアを専門とする考古学者で、ブリティッシュコロンビア大学教授のは、与那国島では、焚火跡、石器、土器を含む、紀元前2500年から2000年の小規模な居住地の遺跡が発見されているが、 その住民には石造記念物を建造する余力はなかったであろうとの見解を示している。岩が侵食されてできた自然地形であるとする説で、その理由は以下のものである。木村は遺跡である理由として以下の点を指摘している。かつて古代文明がこの地に存在し、何かに使用した建物であるとする説。遺跡であれば水没したのは 動植物の分布や小乳石から前回の氷河期が終わって海面が上昇した時であるとの説があり、これが事実ならば1万年以上前の世界最古の古代遺跡ということなる。また、発見者である新笠紀八郎主催の与那国海底遺跡博物館のウェブサイトでも約1万年前に海面上昇により水没したことがはっきりしてきたと主張されている。 木村は当初遺跡の年代を4000からに、4 0 0年前とし、その後1万年以上前、6000年前頃と年代の主張を再三転じていたが、2007年には3000からに0 0 0前に形成されたとする説を唱えている。施設を作るために石を切り出す場所であったとする説。古代文明遺跡説に対して比較的新しい時代の遺跡とする説。 2005年から2006年にかけて遺跡の全貌の把握並びに年代特定のために琉球大学主催で本格調査が実施された。そして最終した遺跡のサンプルから年代の特定が行われた結果遺跡が水没した年代は10世紀後半から11世紀前半にかけての時代であることが判明したと主張されている論文報告書は未交換のため この主張の客観的検証は現時点では不可能。これが事実であれば、1万年以上前の古代遺跡とする説は否定され、古代文明も存在しなかったことになる。しかしながら、琉球史では遺跡が水没したとされる時代の資料が非常に少なく、南西諸島における地殻変動の記録も未だ見つかっていないため、結論は出せない状況である。地質学者で、 ボストン大学准教授のは、この地形は基本的に自然のものであり、人によって加工が施されて、神殿として用いられたとの説を唱えている。すなわち、与那国等で太古に人間が生活していた痕跡が認められていないと留保しつつも、海底地形は95%以上が自然のものであり、ヨーロッパにおける、 洞窟壁画と同様に古代人がそれに手を肩、タッチッとアップものであろうとし、紀元前8000年代には、与那国島は北海域線、下支線に非常に近い位置にあったため、この地形はおそらく天文学的にこれに成立する神殿、主ラインであるのだろうと指摘している。1992年、1994年の予備調査を経て、 1997年から1999年にかけて7度にわたり調査が行われた。2002年には水中テレビロボを用いた調査も行われている。また、水中ロボットの研究を行っている東京大学生産技術研究所海中工学研究センター裏研究室も2005年に調査を行っている。 与那国町は2016年10月13日に文化財指定に向けて学術的評価を行う調査事業に着手。同日には木村屋琉球大学教育学部准教授で地球科学を専門とする尾形高幸らが反潜水艇で海底地形を見学した果て、尾形は90%以上は自然の地形であり、東崎や軍艦岩等の陸上の地形の連続だと、 ほぼ確信したとの見解を示している。10月14日に行われた第1回検討会議では、木村は人工物か自然かは別にしても保護すべき地形だ。と述べた。一方、尾形はジオパークとしての保護に触れ、また、与那国城教育委員会の出席者は天然記念物の緊急調査事業を紹介し、いずれも自然地形としての保護を前提とした発言を行った。 九州大学大学院地球社会統合科学部教授の菅博信も非常に特徴的な地形との見解を示した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。